あげたの広島弁講座 YouTube 編。今日はね、あの言葉を広島弁に変換したらどうなるというのをね、 YouTube でやります。では霧島部活やめるってよ、これを広島弁に変換するとどうなりますか。あ、神木隆之介が出てた大ヒット映画ね。そうです、はい。ね、このね、霧島部活やめるってよはこうなります。広島草津かき小屋あるんよ。なんだよその変換、普通の情報ありがとうございます。どういたしまして。山田行ったことある？いや行ったことない。ここはね、あの取れたてのかきをもう自分で焼いて食うんだけど、うん、おすすめはもうね60分2000円いうね食べ放題。うわ、めちゃくちゃ安いね。でね、このかきにね、まあ、あのビールとかも売っとんだけど、うん、白ワインでいってほしい。あー合うね。そう、うん、あとね、あのかき入りの元酢いうのもあるけどね、これもおすすめ。かきの元酢、うわ行きてー、うん、もうあげた連れてってよ。やっとりません今。はい、夏場はねここやっとりません。牡蠣のシーズンの冬場しかここやっとりません。おてめえ何なんだ、さっきからおい。はい、あとね、わしね、あの牡蠣がねこう苦手なんでね、うん、A です、はい、いや A ですじゃなくて、ここ来たこともないし行く予定もありません。お前 ずっと何言ってんだおめえ。おい、はい、ではね、次回の広島弁講座はたきあうときあが空を飛ぶを広島弁に変換したのかの。おー、沢田研二ジュリーの大ヒット曲ね。はい、そうですよ。うん、なんだろうねこれね。はい、ではね、次の動画アップされるまでに、みんなも予想しておいてください。うん、アクさん、うわ、アクさん沢田です。これジュリーなの本当に。アクさん、アクさんね、アクさん、なんか斉藤じゃなくて、アクさん斉藤じゃないですよ。沢田ですよ、ね。はい、奥さんね、沢田か、変換しないんだったら、うん、出て行ってくれ。うわ、壁際に寝返り打ってね。こいつ壁際に寝返り打って気持ち悪い。